アイテム番号 SCP-55。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコルオブジェクトは、5×5×2.5 メートルの、ファラデーケージで包まれた50センチメートル厚のセメントでできた壁を持つ部屋に格納されます。部屋への出入りは 2×2.5 メートルの、故意に抑えない限り自動的に閉鎖、施錠が行われるドアを通して行われます。警備員は決して SCP-55 の保管室の外に配置されてはいけません。さらに、このオブジェクトのメンテナンスや研究を行う職員は、実行可能な限りで来るだけ、部屋の気化的中心から少なくとも50メートルの距離を取ることが推奨されています。説明 SCP-55 は、自分を隠す秘密、あるいは、反ミーム、です。SCP-55 に関する本質的な情報、例えば性質や振る舞い、起源などは自動的に隠蔽されます。例えば、サイト19がどうやって SCP-55 を得たのかは不明です。いつ、誰が SCP-55 を回収したのかは不明です。SCP-55 の外見はわかっていません。決して説明が難しいわけでも、目に見えないわけでもありません。被験者は SCP-55 の収容室に入ることができ、観察もでき、頭の中や髪にノートを取れ。スケッチもでき、写真も撮れ、音声、映像の記録もできます。こうして得られた記録は保存されています。しかし、SCP-552 の外見についての情報は観察の後すぐに、頭から漏れ出て、しまいます。SCP-55 を説明する指示を与えられた被験者はその後気がそれて、指示への関心がなくなってしまいます。例えば SCP-55 を撮影した写真の模写を指示された被験者はどんな見た目の写真か覚えておくことができない。などといったことが監督した研究者から報告されています。SCP-55 優先式カメラを通じてずっと監視した警備員は、後に警備中のことを全く記憶していないという、事実上の記憶喪失に陥りました。誰の権限で SCP-55 の収容室が建設されたのか、なぜこの方法で建設されたのか、あるいはどのような目的で取り扱い方が定められたのか、といった情報は不明です。SCP-55 の収容室へは簡単に侵入できるにもかかわらず、すべてのサイト19の職員は SCP-55 の存在について尋ねられるとわからないと答えます。これらの事実は、このファイルを偶然読んだ人物によって定期的に再発見され、多大な不安を引き起こします。しかし、長くとも数分すれば忘れ去られてしまいます。大量の科学的なデータが SCP-55 から記録されましたが、研究はできません。少なくとも一度、SCP-55 を破壊する、あるいはサイト19から別の場所へ移送しようとした試みが存在しますが、負傷の原因により失敗しています。SCP-55 は多大な物理的脅威を引き起こし、多くの職員を殺害する可能性がありますが、我々はそれを知ることができません。それゆえに多大なミーム的、心理的脅威であるとみなされ、ケテルクラスに分類されています。文書、55、1SCP-55 に対する分析。筆者は、SCP-55 はによって確保されたものではなく、実際は SCP-55 は自律性か遠隔操作のエージェントで、不明な外部の第三者によって、以下のうちの一つあるいは複数の目的でサイト19に送り込まれたものと推察する。サイト19の活動を気づかれることなく観察、あるいは妨害するため、他の SCP の保管場所での活動を気づかれることなく観察、あるいは妨害するため、人間世界の活動を気づかれることなく観察、あるいは妨害するため、他の SCP オブジェクトを気づかれることなく観察、あるいは妨害するため、を気づかれることなく観察、あるいは妨害するため、これらの潜在的脅威に対抗する手段は提案されていないか、理論上可能ではない。ほえー。おい、こいつが本当に、反ミーム、だって言うなら、どうして、こいつが、反ミーム、である、って情報が隠されてないんだろう。私たちは多分何か見落としてるな。待てよ、もし、こいつが何ではないか、って情報を記録できたとしたらどうだろう。もしかしてそのことは覚えていられるんじゃないか。バーソロメウ・ヒューズ、アメリカ国家安全保障局。文書、55、ニジョン・マラチック博士による報告。調査チーム、19、55、127DXE は SCP-55 の収容室への侵入に成功し、SCP-55 の外見とある程度の性質を突き止めることに成功した。プロジェクトの手順括弧を参照括弧閉じに従いノートが取られ、収容室は再び閉鎖された。以下は事後報告の一部を文章に起こしたものである。よし、
では君にナンバー55についていくつか質問をさせてもらおう。ナンバー何ですって？ SCP オブジェクト55。君がさっき観察したオブジェクトが。私はあんたが話しているのかよくわかりません。私たちは55番を持ってないようですが。よし、それなら、直前2時間何をしていたのか報告してくれたまえ。対象は不安感を呈している。覚えておりません。そうか、では、これは覚えているかね。私たちはあれが急用のものではないとお互い確認したことを。そう、あれは、そうでした。確かにあれは丸くなかった。オブジェクト55は丸くありませんでした。さあ、どんなものか思い出しただろう。いいえ、ダメです。私にはあれがどんなものかわかりません。でも間違いなくありました。あれは何かこう、覚えていられないもので、とりあえず球の形はしていませんでした。ちょっと待ってくれ。何が球の形をしていないって？オブジェクト55がです。オブジェクトなんだって？博士、先ほど我々はあれが球の形をしていないってお互い確認したことを覚えていますか？そうだった。以上から、SCP-55 が何ではないかということかっこつまり、事実の否定となることかっこ閉じは記憶しておくことができる可能性があり、その記憶から反復して SCP-55 が存在するという事実を導き出すことができます。調査、19、55、127DXA に関わった職員は、少々の見当識障害と記憶の反復と忘却による精神的トラウマを抱えていることが報告されています。しかし、長期の行動的あるいは健康的問題は観測されておらず、調査員の精神分析によるとこれらの症状は時間とともに回復していると思われます。提案少なくとも一人、SCP-55 の存在を覚えていられる人物を重要な施設に配置する価値はあるかもしれません。